今回は最後の学級裁判ということで特別ルールが適用されます。まずはそのルールを明確にしておきましょうか。戦場ムクロを殺した犯人を指摘し、なおかつこの学園の謎を解き明かした場合はお前らの勝ち。だけどそれができなかった場合は僕の勝ち。もちろん敗者に待ち受けるのはワクワクでドキドキのお仕置きですよ。あなたが敗者になった場合はあなた自身が処刑されるってこと。うん、そうなるね。その発言に訂正はないわね。もちろんだよ、熊に二号はないからね。そんなことより俺から聞きたいことがある。おや、珍しく尻足症だね。お腹でも痛いの？黒幕って一人なんか。ああ、俺にはもう分かってんだぞ。ここにいる全員が黒幕と繋がってんだろ。みんなして俺を騙してんだろ。え、そうなんだろ。おめえら全員黒幕と繋がってんだろ。証拠もあるし間違いねえべ。それはこっちのセリフだよ。あんたたちの方こそ私を騙してるんでしょ。その証拠だってあるんだからね。奇遇だな。証拠なら俺もあるぞ。俺以外の全員が組んでる証拠がな。なんだそれ。なんで証拠を持ってんのか。3人もいるんだって。おめえら全員黒幕と証拠もあるし。それはあんたたちの方こそその証拠だって。奇遇だな、俺以外の全員が。なんで証拠を持ってんのが3人もいるんだって。それは違う。3人だけじゃないよ。その証拠だったら僕も持ってるんだ。なえぎっちもか。みんなが言ってる証拠ってこの集合写真のことだよね。うん、うん、そうだけど。あれ？でも違う。だって苗木の持ってる写真には私が写ってるけど。そんなのおかしいよ。だって私が持ってる写真にはほら私だけが写ってないんだよ。ハガクレ君、君も写真を持ってるんだよね。これを見せてくれない？いいけど、丁重に扱え。貴重な証拠だからな。見えてきたみたいだよ、この写真に隠された秘密がさ。いつも何もおめえらが来るってだけだろ。だから一緒に写ってたんだろ。私の写真にはあんただって写ってるんだよ。あんたたちの方こそみんなして私を騙してるんじゃん。そうなんだ。そうやって争うことこそがこの写真の目的だったんだ。自分以外の全員が組んでいる。僕たちにそう思わせるための黒幕の罠なんだよ。え？
僕の罠？罠とは失礼しちゃうな。それってどういう根拠で言ってるのさ。その集合写真には受け取った本人だけが写ってなかったんだ。僕が受け取った写真には僕だけが写ってなかったし、朝比奈さんの受け取った写真には彼女だけが写ってなかった。そして葉隠れ君が受け取った写真には彼だけが写ってなかった。ついでに俺が受け取った写真も見せてやろうか。つまりモノクマが僕たちに渡したのはその本人だけが写ってない集合写真だったんだ。俺らはこんな写真を見せられたせいで全員が敵だと思い込んでたのか。ププバレた。こんなことだと思っていたわ。何がヒントに。あのさ、みんなの集合写真もう一度見せてくれないかな。今の話とは直接関係ないと思うんだけど、ちょっと確認しておきたいことがあるんだよ。別に俺は構わんべ。私もいいけど。ナイギッチ、こんな写真なんてもうほっとけって。それにしてもムカつくべ。そんな捏造写真で俺を騙そうとするなんてよ。しかもお揃いの制服なんて手が込みすぎだし。ん？捏造？んいやいや、あれ自体は本物だけど。何言ってんの？そんなわけないじゃん。そうだ、俺はあんな写真なんか撮った記憶ねえぞ。つまり捏造ってことじゃねえか。間違いねえっての。でもさ、本当にそうなのかな。お？確かにあんな写真を撮った記憶なんて僕にもないけど、だから捏造だって本当にそう言い切れるのかな。どういう意味？僕たち全員が記憶を失ってる。それが理由だとしたらどうかな。なるほど、全員揃って記憶喪失か。
だから写真に見覚えがなかったのか。それなら納得するわけねえだろ。そんな非現実的なオカルトじみた話で。そうだよ、記憶喪失なんていくらなんでも信じらんないよ。記憶喪失なんて、これはいつから SF になったんだべ。私は記憶喪失なんかじゃないよ。だってこの学園に来てから起きたことだってちゃんと全部覚えてるもん。それは違うよ。記憶喪失の可能性を示しているのはあの集合写真だけじゃないんだ。この DVD もだよ。これがもう一つの根拠なんだ。それって いやらしいやつじゃないでしょうね。そうじゃなくて、ここに映ってるのは僕たちみんなと希望ヶ峰学園の学園長との面談の様子だったんだ。みんなって誰のこと？もちろん朝比奈さんもだよ。嘘だよ、私は面談なんてやってないもん。いいえ、嘘じゃないぞ。その DVD を見ればわかるはずよ。あなたも学園長と面談していたのに。本当なの？冗談じゃなくて。やっぱり覚えてないんだね。覚えてないっていうか、だからって信じろっていうの？そんな記憶喪失なんて。だが反論材料がないなら信じるほかあるまい。つうかトガニッチはなんで余裕なんだって分かってんのか？記憶喪失だぞ。そんなことより他に気になることがある。その DVD に録画されているのは俺たちと学園長との面談だと言ったの。それはどんな内容の面談だったんだ？学園長は僕たち一人一人に同じ質問をしてたんだ。この学園での一生を受け入れるか、それが学園長の質問だよ。何よその質問。それで俺たちは何と答えていた？そんなん断るに決まってんだろ。いや、それがみんな受け入れてたんだ。それは僕もそうだった。僕自身の声でここでの一生を受け入れるって答えてたんだ。なんで？なんで受け入れてんのよ。僕にもわからないよ。だって覚えてないんだ。でもそれは他のみんなも一緒のはずよ。誰も覚えていないんでしょ。ここでの一生を受け入れたことも、学園長との面談さえも。あ、覚えてないもん何も。記憶喪失とかここでの一生を受け入れたとかいきなり言われても。そんなん信じろって方が無茶だべ。無茶でも何でも信じないことには話が進まないわ。そうですね。そうだね、正解だからね。はぁ、バカバカしい結論だけど、それが真実なら認めるしかないわ。それ以外に進む道はないということか。じゃあ本当に？そう、みんな仲良く記憶喪失なの。なんか頭痛くなってきた。しかもただの記憶喪失じゃないはずだ。お前が僕たちの記憶を奪ったんだろう。じゃあバレちゃった。当然でしょ。
全員が同時に記憶喪失なんて、そんな偶然があるわけないわ。でも記憶を奪ったって、そんなのどうやって。どうやって？いやいやいや、そんなことはどうだっていいんだよ。催眠術って言えばリアリティがあるの？解凍手術で脳をいじったって言えば納得するの？そうじゃないでしょ。問題はそこじゃないはずだよ。問題なのは俺たちのどんな記憶を奪ったのか、そういうことだな。うぷぷ、さすがは戸上くんだね。学園長との面談、集合写真の撮影、それらの記憶だけを奪ったとは考えられん。そこには何か目的があったはずだ。俺たちの記憶を奪った目的がな。もちろん目的はあるよ。例の病気にも関係している目的がね。お前が僕たちに殺し合いをさせるために用意したあの動機のことか。あれが奪われた記憶とも関係しているの？うぷぷ、そうなんだけどね。でもまだ内緒なの。忘れてもらっちゃ困るんだけど、これって戦場ムクロ殺しの学級裁判なんだよね。つまりまずは戦場ムクロ殺しの犯人を突き止めろということか。彼女を殺したのは黒幕だ。それだけは間違いない。だけどよ、そもそも黒幕って本当にこの学園の中にいんのか？当たり前じゃん。黒幕はこの学園にいるはずだって。なぜそう思う？適当よ。だって黒幕がここにいるわけないもの。黒幕はきっと別の場所にいるはずよ。それは違う。いや、黒幕は間違いなくこの学園の中にいるはずだよ。何を、どうして根拠でも見つけたの？情報処理室の奥にモノクマを操作するためのパネルがあったんだ。黒幕はあの操作パネルでモノクマを操ってたんだよ。だから間違いないよ。黒幕はずっとこの学園の中にいるんだ。間違いないか。だとすると黒幕の正体がこの中の誰かだということも間違いないんだな。え、なんで？思い出してみろ。苗木が聞いたというモノクマの言葉だ。つまり黒幕がこの学園の中にいるなら、その16人の誰かだとしか考えられないはずだ。だけどその中で今も生き残ってるのって俺らだけ？俺は違うぞ。黒幕じゃねえかんな。私だって違うよ。怪しいのは苗木よ。どうして僕は？だっておかしいじゃない。あんただけが処刑を免れてるなんて。そうか、処刑から生き残れたのはナエギッチ自身が黒幕だったからだな。しまった、バレた。またよ。何言ってんだよ。落ち着いて、慌てる必要はないわ。黒幕の正体なんて
すぐに明らかになるはずよ。戦場ムクロ殺しの謎を解き明かせばね。それもそうだな。言い争いをしているより、そっちの謎の解明に頭を使う方が得策か。でも頭を使えって言うけどよ、戦場ムクロの件は散々話し合ったはずだべ。これ以上何を話し合えばいいの？話し合うべきことならあったはずよ。まだはっきりしていない戦場ムクロの致命傷についてよ。え？でも致命傷って後頭部の傷じゃなかったっけ？いいえ、あれは本当の致命傷じゃないわ。本当の致命傷は他にあったはず。そうよね、ナイキ君。これだ！彼女の全身にあった数多くの傷、あれが彼女の致命傷なんだよ。こらこら、ナイニッチ、ちゃんとモノクマファイルを見たんか？と書いてあんだろ、あの傷はここ数日の傷じゃねえって。つまりあれは事件とは関係ねえはずだぞ。じゃあ戦場ムクロの殺人自体がここ数日のことじゃなかったとしたら、彼女の死体が発見されたのはすでに死後何日か経過した後だったとしたら、それならここ数日のものじゃない傷が致命傷でもおかしくはないはずよ。おかしいわよ。だってそもそもあの全身の傷ってここに来る前からあった傷なのよ。え？どうしてそんなことがわかるの？当たり前でしょ。彼女は超高校級の軍人なのよ。ということはつまり、それは違うわね。否定された。まだ言ってないのに。やめちょ。本気だ、おかしい。おかしくないわよ。せめて聞いてから否定してよ。戦場ムクロは超高校級の軍人よ。幾多の戦場を乗り歩いた兵士なのよ。つまり死体にある全身の傷は当然戦場で受けた傷だったのよ。ああ否定すら死にゃいにゃんて。ほら、可愛い髪型しちゃったじゃない。安心しろ、どこも可愛くねえべ。戦場ムクロは超高校級の軍人よ。幾多の戦場を練り歩いた兵士なのよ。つまり死体にある全身の傷は当然戦場で受けた傷だったのよ。もう終わった。否定すら死にゃいにゃんて。ああ、可愛い髪型。安心しろ、どこも可愛くねえだ。戦場ムクロは超高校級の軍人よ。幾多の戦場を練り歩いた兵士なのよ。つまり死体にある全身の傷は当然戦場で受けた傷だったのよ。それは違うよ。いや、戦場ムクロは戦場で傷なんて受けていなかったんだ。それは学園長室で見つけたファイルにもちゃんと書いてあったはずだよ。フェンリルの一員として幾多の戦場を渡り歩いたにもかかわらず、入学時の彼女の体には傷らしい傷が一つもなかったって。ここまで完璧に否定されると、逆になんだかすがすがしいわね。これが白夜様の状況のせいか。とにかく戦場ムクロの全身にあった傷は
全て入学後のものだったんだよ。だったらそれが致命傷だった可能性もあるはずだよね。むしろ他の可能性の方が考えられない。彼女の死体を調べた限りだと、腹部の傷も後頭部の傷も死後に受けた傷だったわ。他の可能性がないならもう間違いないんじゃないかな。彼女の全身にあった数多くの傷、それこそが戦場ムクロの致命傷だったのよ。でもよ、戦場ムクロの致命傷があの全身の傷だとすると、戦場ムクロが殺されたこと自体がここ数日じゃないってのもマジなんだな。そうなのね。僕たちが植物庭園で死体を発見したとき、彼女の死体はすでに死後何日か経過してたんだよ。だとするとその前の晩の件はどうなる？死体が発見された前の晩、苗木は覆面の人物に襲われたと言っていたな。戦場ムクロが何日か前に殺されていたのなら、その時の覆面の正体があいつだとは考えられ、では苗木を襲った覆面の人物とは何者だったんだ？俺だ！あの覆面の正体は黒幕だったんだよ。植物庭園で見つけた戦場ムクロの死体が同じ覆面をかぶってたせいで、あの時の覆面も戦場ムクロだったんだと思い込んでたけど、でもそうじゃなかったんだ。あの覆面の正体は戦場ムクロじゃなくて黒幕だったんだよ。なんで笑ってんの？おとなしく聞いているのも飽きたから、そろそろ僕も参加させてもらおうかな。じゃあ早速質問するけどさ、苗木くんを襲ったのが僕だなんて、そんなのただの推測でしょ。覆面をかぶってて顔もわからないのに、中身が誰かなんてわかるわけないもんね。あの覆面の正体は戦場ムクロだよ。むしろ僕はそう思うよ。そんな僕を納得させられる根拠はあるのかしらね。と比べてみれば答えは見えるはずです。他の特徴なんてどこにあるの？右手にあるの？左手にあるの？右足にあるの？左足にあるの？それともフックかしら？譜面の中身だってわからないじゃん。やっぱり正体は戦がムクロだったんだよ。いいえ、顔がわからなくても他の特徴と比べてみる。他の特徴、右手にある、左手にあるの？右足にあるの？左足にあるの？それともフックかしら？やっぱり正体は戦がムクロだって。それは違うよ。
戦場ムクロの右手にはタトゥーがあったはずだよね。フェンリルを表す狼のタトゥーだよ。でも僕を襲った覆面の人物の右手にはそんなタトゥーなんてなかったんだ。つまりあの覆面の正体が戦場ムクロだとは考えられないんだ。確かに戦場ムクロではなかったみたいだね。さあ、だからってあの覆面の正体が僕とは限らないじゃん。他の誰かだったのかもしれないよ。